ちは空気が綺麗なのかな。空が綺麗ですね。山見て癒されてます。めっちゃ病んでる人みたいだけど病んでないです。空がすごい綺麗に見える。ミミちゃん、こんにちは。え、なに、向こう行っておいで。遊べって言ってる。じゃあ上来る？みーちゃんこっちおいで。こっちおいで。来ないな。こっち。マイペースに遊んどります。ミミ、ミミ、大丈夫？気になったんか。生徒がやってきました。ちょっとアイフォン食べようとしてみよう。ミミちゃん散歩行こう。散歩、散歩行こうか。すぐ筋トレ寒いよ。じゃあミミちゃんはティモ家にもらったいい子だね。ティモ家にもらった服着ていこうかね。おぶたさんの、ちょっと待ってくれ。こっちこっち。早っ。さあこれです。もらって袋があったらちょっとみーちゃん興奮しちゃうから先袋取ろう。はい。あら、ちょっとちっちゃいかな。みーちゃん大きくなったら入るかな。もしくはずっと立ってる。すごい。ちょっとこれハサミで切ってもらえる？タグちっちゃそうね。ティモくんの家族がくれて、うん、帰ってくる前に届いてた。はい、じゃあみーちゃんこっち来て。あれ、これ入るかな。よし、あーみーちゃんおいで。おっと、怪しいぞこれは。はい、みーちゃん足、足入んないか。みーちゃんかわいいじゃん、上から見ると。ただちょっと閉まらん。閉まっちゃ、閉まっちゃうでしょ。ちょっとみーちゃん、閉まるかな。やってみよう。ちょっと待ってね。ちょっときついかな。みーちゃん、頑張れるかね。ちょっと待ってね。なんとか。はい、オッケー。なんとか。いけてんの？みーちゃん、それ。整った。一応ファスナーできた。外してきた。逃げるように。みーちゃん、出ておいで。ちょっときついか。パンパンだよね。お腹苦しい。いける？それで。おいで。行こう。行こう。みーちゃん、ね、こう避難する場所じゃないよ。はい、みー、おいで。おいで。絶対に嫌だって言ってます。古い人の角っこに引きこもって。みーちゃん、じゃあ洋服着たからお菓子あげよう。ね、おいで。さあ、みーちゃんね、これはいい。みーちゃん、出てこれるかな。ちっちゃいツッコボールよりもカロリーが少ないんで、これでいきます。はい、うん、うん。はい。はい、あ、取られた。食べられた。ミスった。はい、大丈夫、喉詰まっちゃった。よし、行こう。はい、起きて。はい、よし、ジェミン、こっちおいで。こっち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 よしよし、こっちこっち。いける？あ、意外とでもいけるかな。気持ちちっちゃいかもね。でも元気そう、かわいいです。何しよう、何してんの。よし、じゃあちょっとリードつけてみよう。めちゃん、はい。あらら、ちょっとリード届かないね、これ。ちょっと苦しい？一番マックスでこれ。どうかな？苦しくはないかな？いける？大丈夫か？なんとか、一番端っこでギリギリ止めましたけど、ちょっと苦しいかね。めちゃん、歩ける？おいで。歩けない？その状態でフリーズする？右足が後ろに一歩下がってる。うん。コンコン。みーちゃん、おいで。行こう。ここ開けたら来るかな。はい、行こう。あ、動く動く。はい、閉めるよ。あ、行けそう行けそう。リードをつけて、ちょっとお散歩グッズを準備して向かいます。レッツゴー。
さあ、出てきました。よっしゃあ、ゆみちゃん歩けますか？歩けるね。大丈夫かも。さっき明るかったのに、でちょっと仕事してたら急に暗くなりましたね。お、全然散歩歩きますね。ちょっと電気つけてみる。普通に歩きます。こんな感じで苦しそうだったらちょっと脱がせようと思ってたんですけど、なんとか大丈夫そうですね。なんか田舎やっぱ空気がいいですね。ここでおしっこするの？危ない危ない危ない、落ちよう、落ちるよ。あ、ちょっと苦しいか。はい、おしっこできました。なんか田舎でこんな便の処理とかする人もいないイメージですね。どうなんだろう、場所によりけりって感じですかね。さあ、まあできるだけ人が少なそうなところをちょっと軽くして、僕もまだこの道あんまり知らないんで、カメラ切ってきっちりとお散歩させてあげようと思います。ではゆみちゃん、ゆみちゃん、ゆみちゃん、えこちら見ないで行きます。危ない危ない、危なかった、足はまるとこだった。行ってきます。うわぁ、今、僕が15年ぐらい前かな、中高とかの時代ですね、見つかっていた駅の近くを歩いてるんですよ。この街の変化とともに、それからの自分の変化とともに、何かを噛み締めながら今歩いてて、なかなか感慨深いものですね。うわ、懐かしい、ここの文房具店とかよく使ってたな。皆さんはなんか懐かしい場所行ってもいいかもしれないですね、たまには。あれ、なんか変わってる。ここの正面に僕が行ってた、なんだかな、塾だったかなみたいなのがあったはずなんだけど、潰れましたね。あらら。懐かしい。ここ来たの本当に10年ぶりとかなんかそんな気がしてる。ミミちゃんはどう、何か決めてんだろう。知らない土地だから楽しいのかな。なんか積極的に前歩きますよ、今日。で、服とかも全然気にせず歩いてます。はい、このままでは永遠に散歩ができてしまいます。街並みだけで飽きない。うわぁ、懐かしいな、この。僕が初めてバイトした時かな。なんか風呂の設置とか排水の設置とかをやってましたね。その時も確か犬欲しいとかって思ってたのをなんとなく覚えてますね。久しぶりに地元の連中とか呼んで、ちょっとこの辺で飯でも行くのありですね。よし、じゃあみみちゃん駅近く行こう。うわ、駅に着いてしまった。ここが僕のバイト先でしたね。これを作ってました。まあちょっと場所を一応隠した方がいいと思うんで、あんまり見せないですけど。あ、なんか変わったな、いろいろ。こっちこっち。よくあっちの駅のコンビニのとこ、この辺。で、なんか悪さしてましたね、みんないろいろ。こっちの方は本当にヤンキーとかが流行った時代があって、もう漫画とかに出てくるような世界観の暴走族だったりとか、ヤンキーだったり、なんかカラーギャングとかって言って、あのチームみたいなものが流行ったんですよ。今はあんまいないですけど、趣味とかでやってる人はいますけどね。バイクが好きとか、悪いことはせずに、まあ悪いことしてんのかな？わかんないですけど、当時はみんなバカでしたね。まあそれが楽しかったんですけどね、その時は。みーちゃん向こう行くよ。固まっちゃった。行きたくないの？みーちゃんこっち行こう。信号渡って。なんか向こう側に公園があったんで、ちょっとみーちゃん公園で走らせてあげようかな。行きますか？今日も散歩中はルンルンで僕を無視です。はい、公園到着。変わり果てた感じがする。こんなコンクリートとかなかった。ナイスじゃん。すごい。なんか綺麗になってますね。もう誰もいない。で、ゆみちゃん、解放！もうこれ以上はいけない。このリードが5メートルぐらいかな。ゆみちゃんは向こうの学生たちが気になってる。こっちおいで。すごいすごい。あちらにはダンスの練習してる子がいますね。あ、懐かしい。昔僕が使ってた遊具があるな。ゆみちゃん、ダンサーめっちゃ見てる。で、こっちからは学生の TikTok 話が聞こえますね。なんか時代を感じております。 TikTok がバズるとかなんかそんな話をしたこともなかったですね。よし、海ちゃん帰ろっか。海ちゃん海ちゃんは無視。海、はい、帰ろ。では帰ります。自分が映って気になってんのかな。ピンポン鳴ったね。もう分かってますね、誰かが来るのが。嬉しいね。嬉しいね。